こんにちは。お父さんです。トラック乗りながら AI とか NFT とか Web3 とかの話をします。いや、なんかめちゃくちゃ、いいツールを見つけて、で、まだ見つけたっつっても僕まだ使ってないんですけど、もう見つけたてほやほやなんですよ。ちょっとそれを自分も試してないのに他の人に勧めるという暴挙に出ようかなと思うんですけど、やっぱ AI 系ですね。AI 系で、最近ここ1ヶ月でクロード3だったりとか、あとジェミニー1.5とか、チャット GPT は新しいのないか、ありましたっけ、その辺の発表が相次いでて、で、まあ大体、つよつよ AI チャットって言ったらこの3つだよねみたいな、この3強が出揃った感じだと思うんですけど、とはいえ、まあ実際使ったことある方だったらわかると思うんですけど、もう本当にとんでもない回答するときあるじゃないですか。めちゃくちゃ嘘やんみたいな。そう、それで、もう明らかな嘘だったらこちらとしても気づくんですけど、もうなんだろう、もう本当に数字系とか、年号とか、もう、こちらにある程度の知識がなきゃわからないみたいな、そういう問題だと普通に間違えることがあって、で、わざわざ AI に聞いて、効率化しようと思ってるのに、結局 その後に、この情報は合ってるのかどうかみたいな、その検証を Google に Google でググっちゃってんですよ。これ本末転倒だなと思って、で、まあある程度ならしょうがないと思うんですよ。今、まあ言うて黎明期ですから、AI もなんですけど、現状だとどこが間違ってるかすら分かんないんですよね。そうで、それを一気にこう分かりやすくするための、まあ本来の目的それじゃないと思うんですけど、としても使えるツールが、Google Chrome か、ブラウザの拡張機能であるみたいなんですよ。ちょっと俺知らなくて、それ YouTube 見てて、なんだこれと思って、 YouTube でそれをスクリーン動画映しながら解説してる人いて、調べたらそれはなんとチャットハブっていうツールみたいですよ。これ画面ありますよね、パソコンの画面。画面を分割して、同時に、例えば複数の AI チャットを使えるって。だから、例えば、ほにゃららっていう質問があって、それを4種類で試したいと。チャット GPT、まあ3種類でいいです。チャット GPT、クローム、ジェミニー。で、いちいちこう画面切り替えてやってたらめんどくさいじゃないですか。チャットハブっていうのは、1画面にその3つ分割しておけるんで、もう同時に質問を1個投げたら、3つのチャットボットで返答を返してくれるっていう、すごいもんなんですよ。めっちゃ便利じゃないですか。そう。だから、さっき僕が言った、これは直進か。さっき僕が言った、どこが間違ってるかすらわからない問題。これが、例えば3つ4つ、AI を同時に走らせておけば、3つは A って答えてるのに、1つだけ B って答えてるってなれば、あ、ここ怪しいなってなるじゃないですか。だからそこは、すぐ、ググれちゃうっていう。逆にもう4つ、A ですって言ってたら、まあ、そこは合ってるものだとして、もうそこはいちいち調べなくてもいいとか、そういった感じで、間違い直し、ちゃんと合ってるかどうかの裏取りみたいなやつの効率がめっちゃ上がるっていう。これ、いいですよね。で、だから、そういう間違い直し的な用途じゃなくても、やっぱりなんかそれぞれの AI によって癖があるじゃないですか。なので、同時に投げて、自分にベストなアンサー、
をチョイスできるとか、あと、普通に見てておもろいのは、スピードが全然違うんですよ。返答のスピードが。やっぱりね、チャット GPT-4 オムニはめっちゃ速いっす。ビビりましたね。速っと思って。で、ついで速いのは、なんだっけな、忘れましたけど、とりあえずダントツで、現状はオムニの方が速かったっすね。そう。まあ、あと、一応ですね、無料で使えるわけじゃないのがちょっと残念なんですけど、でも、買い切りタイプあるみたいですよ。35ドルぐらい。だから、日本円で5000ぐらいですかね。を出せば、買い切りで、使えるみたいで。で、まあ、あくまでもハブの役割を担ってくれるだけで、中身の、例えば、チャット GPT の 4O を使いたい。であれば、例えば、それはまた別個自分で課金しなきゃならないし、そう。それはまた別ですよっていうことは注意らしいです。で、僕、例としてさっき、AI チャットボット3つとか4つって言いましたけど、これ、なんかマックスは10、あ、ん？ 6 個かな？マックスは6個同時に走らせられるみたいで。なんで、他にも Bing とかいろいろありますよね。だからその辺、ちょっとね、同時にやってみて、まあ、パソコンのスペック必要なんかな？ちょっと、それちょっと気になりますけど、僕も、この後ちょっと購入して使ってみたいなっていうふうに思っています。こんな感じですね。これ、だから、初めて AI の情報を追ってて知った情報ですよ。これ、まさに。知ってましたか？ 俺は全く知りませんでした。チャットハブっていうものがあること自体。いやー、やっぱ自分から取りに行かないと情報って来ないんだなっていうのはつくづく、思い知らされますね。っていうところのお話でした。はい。じゃあ、とりあえずそんな感じです。あざっす！